きがいる。ユーフォーラの母がいる。どうしてカノーがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ。彼方から迫り来る赤い日を。A1 地区異常なし、 AZ 地区異常なし、 CD 地区異常なし。 CD 地区異常なしだな。はい、俺の故郷だからな。あ、そうでしたね。国に帰れば郷土の誇り、ザットの北島哲也君だからね。俺はご両親も鼻が高いというわけですね。さあ北島さん、交代の時間ですよ。お、はい、来た。さあ、よし行こうぜ。はい。あの、それが、おいおい、スケート持ち忘れたんじゃないだろうな。いや、さっき沙織さんと健志君から電話があって、夕食をご馳走してくれって。表の喫茶店で待ってるんですが。沙織さんと健志君が相手じゃ仕方がないか。すいません。いいよ、毎日沙織さんの手料理に舌包み打ってんだろ。たまには豪華におごってやるよ。はい。大地、男二人で滑ったり転んだりではさまんなんないわよ。そういうこと。小生は冬の歩道を散策しつつ帰るとするか。お先に失礼します。この日、もし光太郎が北島とスケートに行っていたら、事件は起こらなかったかもしれない。しかし、北島哲也ですけど、部屋を間違いじゃないですか？てっちゃん。マリちゃん。
ちゃんだ。本当にマリちゃんだ。だけど、なぜ今まで連絡してくれなかったんだ。ごめんなさい。遠い国に行ってたもんだから。でもよかった。立派になっているてっちゃんに会えて。立派でもないけどさ。ザットの隊員だなんて最高だわ。あのおちょこちょいのてっちゃんが、よくザットに入れたなんて言いたいんだろ。まあ、入るときはかなり頑張っちゃったけどね。てっちゃんは昔のまま。ちっとも変わってないわ。その優しいところがよ。そうだ。明日一日、子供の頃に帰って遊び回ろうか。素敵。でも、仕事は？いけねえ。帰国だ。ごめんなさい。いいんだ。じゃあ、明日、10時にここで会おう。ええ。じゃあね。10時だよ。ここだよ。ドルズ、ドルズ。ただいま計画の第二段階を終了いたしました。この調子だ。50時間後にお前は地球攻撃のために自動的に変身する。その前にザット本部に入り込み、そこを破壊するのだ。わかりました。ドルズ帝国のために必ず使命は果たします。みんな変わってしまったわね。変わってやしないよ。昨日マリちゃんだって言ったじゃないか。てっちゃんは変わらないって。私が変わってしまったかもしれないわ。マリちゃんだって昔と同じだよ。変わってやしないよ。こうしてあげたこと。マリちゃんは誰かに連れられてどっか行っちまった。僕は泣きながら後を追いかけた。僕はあの日の僕と少しも変わっていないよ。マリちゃんだって。てっちゃん、どうしたんだろう。すごい電波だ。これはね、電波探知機にもなってるんだ。あ、ごめんごめん。つい職業意識出しちゃって。ザットの隊員って大変なのね。そんなこともないけどさ。そうだ、マリちゃん、ザット本部においでよ。え？僕の働いてるところを見てほしいんだ。でもザット本部ってなかなか見学できないんでしょ。大丈夫さ。私ずっと日本にいなかったでしょ。疑われないかしら。疑う？マリちゃんを？何言ってるんだよ。ダメだ。本部の見学は1週間前に申し込み、厳重なチェックを受けてからだ。そのことなら僕が絶対保証します。規則は規則だ。ああ、隊長、彼女はすぐ外国へ行ってしまうんです。その前に僕の働いてるところを一目見たいって訪ねてきてるんです。彼女に怪しいところがないのはすぐ分かりますよ。怪しい怪しくないの問題じゃない。副隊長、お願いします。もう応接室にいるんですよ。とにかく連れてきます。あ、北島待て。大将、これが北島の客のデータか。はい。立派だろ。この中なんだよ。北
北島さん。お嬢さん、申し訳ありません。ここから先は一般の方はお通ししないんです。東、マリちゃんのどこが怪しいんだよ。いや、怪しいというんじゃなくて。てっちゃん、いいの、私帰ります。いいんだよ、沙織さんだって中に入ったことがあるじゃないか。チェックを済ました後です。時間がないんだよ。どうしたんですか、北島さんらしくもない。どうしたってどうもしないよ。ただ幼馴染を信じてるに過ぎないよ。それとこれとは違うんじゃないんですか。違わないよ。これは僕がマリちゃんを信じてるかいないかの問題だ。さあ、マリちゃん行こう。先輩。北島。お嬢さんが応接間にいる間に取らせてもらった。これが何です。それだけではわからん。しかし北島、いつものお前ならそのデータだけで対象人物を警戒するはずだ。こんなデータよりも何よりも十数年前の幼馴染だという事実の方が確かでしょ。データを信じてそれに基づいて行動するのがザット隊員の心得だ。人間よりも機械を信じろって言うんですか。わかりました。僕は今日限りザットを辞めます。北島、お世話になりました。先輩、ちょっと待ってください。副隊長、北島隊員とマリさんを通してやってください。東、北島隊員は誇り高いザットの隊員です。そして我々の信頼できる仲間です。マリさんとは初対面でも、北島隊員は命がけの戦いを一緒に戦ってきた仲間です。その仲間がこれだけ一生懸命頼んでるんです。信じなきゃ嘘です。私からもお願いします。副隊長、私もお願いします。お願いします。お願いします。マリさん、ごめんなさい。改めてザット一同がご招待します。さあ、どうぞ。マリちゃん、ごめんよ。ひとくのこと話しとけばよかったんだけど。てっちゃん。どうしたの。私を撃って。撃って。何言い出すんだよ。早く私を殺して。マリちゃん、もうすぐ私は怪獣になるわ。その前に撃ち殺して。そんなバカな。外国に行ってたんじゃないわ。私が連れて行かれたのは惑星ドルズだったのよ。私はドルズ星人の地球攻撃用武器なのよ。嘘だ。怪獣に変身してしまえば自分で自分がどうにもならなくなるわ。お願い、人間でいるうちに殺して。嘘だ、そんなことは嘘だ。嘘じゃない。マリちゃん、あなたはザットの隊員よ。早く、早く撃たなければいけないわ。何をするんです。先輩、彼女は怪獣なんだ。え、今のうちに殺してやってくれ。
幼馴染のマリちゃんじゃない。東、あいつは怪獣だ。遠慮するな。はい。分かった。奴は殺さない。殺さない代わりに目に集中攻撃だ。目を狙うんじゃ接近戦だ。東、最初に頼むぞ。任せててください。
ドルズに帰ったのか、それとも一億光年の彼方にまで宇宙をさまよっていくのか、そしてどこかで少女の姿に戻るのか、誰も知らない。どうした？あの時僕が約束を守っていれば、先輩は悲しい思いをせずに済んだのじゃないかと。おいおい、俺がそういつまでもメソメソしてると思ってるのかよ。しかし、よせよ。それに、人間誰しも大事に取っといた思いに別れを告げなきゃならないことがあるんだ。それはわかりますが、そんな風にして男は成長していくんだから、お前だって今に同じ思いをするさ。僕はなるべく先に伸ばしたいですね。さあ、また飲んだ。はい。